こんにちは。今日は2021年の G2 と G3 で調べたことがあるので、その話をしますね。以前配信した1月から6月の、今回は7月から12月バージョンです。2021年の7月から12月で G2 と G3 は全部で44レースありました。そのうち1着と2着両方が1番人気から4番人気で決着したレースの数が18レース、40.9% ありました。ちなみに G3 は27レースあって、そのうち1着2着が1番人気から4番人気だったレースが11レース、40.7% ありました。G2 は1着2着両方が1番人気から4番人気だったレースの数が17レース中7レース、41.2% ありました。あと、ちなみに1番人気が1着だったレースの数、G2 は7レース、G3 は5レースありました。1着2着が1から4番人気のレース、春は 37.1% だったのが、秋は 40.9% ありました。近年は直接 G1 に出ることも多くなりましたが、G2、G3 を前哨戦として使うケースもあります。秋は秋華賞や菊花賞、天皇賞秋にジャパンカップ有馬記念と注目の G1 レースが多いです。 G1 を目指して G2、G3 に強い馬が出走したり、あと夏から秋にかけて馬がすごく成長する時期でもあるので、春よりさらに秋の方が G2、G3 も上位人気で決まるレースが増えてくるのかなと思いました。今日もご視聴とチャンネル登録ありがとうございました。